次女王女を延長七年寒羅元年は平安時代中期の皇族、歌人。式部武教宮、重明親王の第一王女。母は藤原忠平の次女、ひ子。須作天皇朝の伊勢西宮、後、村上天皇女後。西宮を大下の後に女後に召されたことから、西宮女後と称され、また、昭光殿女後、式部武教の女後とも称された。 三十六河川及び、女房三十六河川の一人。上平六年九月十二日、五月に急成した、西宮、聖子内親王の後を受けて、八歳で、伊勢西宮に牧場される。上平七年七月十三日、雅学寮へ、書彩院入り、同年九月二十七日、野宮へ、仙瑠。天行元年九月十五日、十歳で、伊勢へ軍行。 この時の軍業の儀は、須作天皇が物意味中のため、外祖父の摂政、藤原忠平が取り行い、また軍業には、長宝創師として、叔父の中納言、藤原茂助が同行した。天行八年一月十八日、母の死により十七歳で、大下、同年秋帰京。天略二年十二月三十日、叔父、村上天皇に壊れて二十歳で受代。 戦略3年4月7日、女吾の戦時を受ける。局を受けたまわり公伝としたことから、小公伝女吾、また父、重明親王の肩書きから、式部武教の女吾などと称されたが、前、五木宮であったゆえの、西宮女吾の通称が、最もよく知られている。巫女は、乗りこない親王と、巫女一人。中宮の、藤原康子、専用伝尿吾、 藤原義子など美女菜園の多い高級にあって騎士、女王の父譲りの若とことの天文は名高く、ことになら言語との名手であったと言われる。英歌にもことにまつわる集歌が多く、また、大鏡百七十一段にも、天皇と騎士女王のことをめぐる逸話が語られており、夜覚定金章は、西宮女王が右手をことを引く手として、大切にし、 普段は、左の手を使ったと伝えている。その他、天略十年に、西宮尿後、騎士城を歌合わせを、天徳三年に、西宮尿後、騎士城を千在後を主催するなど、文化豊かな村上天皇の時代に花を添えた。後方四年に、村上天皇が崩御、その後は、一人娘の乗りこない王道と共に里台で暮らす。天縁三年。 乗りこない親王が27歳で、遠友天皇の五木の宮に選ばれると、翌上元元年の初参院入りに、騎士女王も同行、同年冬の野宮歌合わせでは有名な、将風入りることの歌を詠む。そして、上元二年、遠友天皇の生死を振り切って、災宮と共に異性下校し、前例のないこととして、人々を驚かせた。栄冠二年、遠友天皇の上位で、 乗り子内親王が五木宮を退下すると、よく勘ら万年ともに帰京するが、この頃すでに、騎士女王は病心であったらしく、同年講じた。十四以上、去年十七。西宮女後の通称で知られる、騎士女王は、前西宮としては、平城天皇妃、朝原内親王以来の皇妃であり、また母子二代の五木の宮となったのも避け人内、親王。 朝原内親王以来であった。しかし当時の高級は中宮康子をはじめとして石関家出身の日が多く、そんな中で騎士女王は高貴な羊でありながらも有力な貢献を書き、また頼りになる兄弟や巫女にも恵まれなかった。特に外祖父、藤原忠平と父、重明親王の死後は自身の病、また前、五木の宮という得意な身の上もあってか、 なかなか三大せず里に籠もりがちであったらしい。後に、父の未亡人、藤原孝子が村上天皇に召されるという事件が起こったことも、騎手女王が高級に落ち着かなかった一因であったろう。一方で、映画物語は、村上天皇が女王、大層後期で優雅な人と恋しく思い、たびたび頼りを使わしたと記している。事実、 村上御衆等に残る天皇と日立の総門下の中でも、十大前の求愛の歌をはじめ、騎士女王と交わした栄華は群を抜いて多い。長い里居のゆえでもあろうが、そのやりとりのむつまじさを見ても、騎士女王に対する天皇の寵愛が、決して浅いものではなかったことが想像される。村上天皇の宝御後は、源の順、大中富義信、平金森ら著名な歌人たちが、 歴史上、ノりコ内親王母子の元に出入りしてたびたび歌合わせ、などを催し、村上天皇朝の花壇を引き継ぐ、風雅のサロンとして、評判を集めた。また一方で一品ぐう元子内親王や後の、大三院選士内親王、う、遠雄天皇中宮の、藤原氏等との交流も親しく、ノりコ内親王とともに、異性下校した後も折に触れて細やかな頼りを、交わしている。 現在残る騎士女王の栄華の多くは、隠れ後に編纂された、四歌集、西宮尿御集によるものであり、たおやかで有縁な調べは、糸宛に、生めかしいうあったといい、西宮尿御その人の高画な人柄を伺わせて、趣むき深い。書室の、周囲和歌集をはじめとする直線集にも数多く、日集しており、歴代の中でも、質量ともに際立っている点において、 後のかもさえ印識しない神皇と並ぶ双壁として、名高い採用歌人である。なお、室町幕府第九代将軍、足利義直によって選ばれた、新百人一種にも一種採用されているが、誤って、稽古内神皇の歌として再録されてしまっている。揚げ民本三十六河川の中でも五人しかいない、女流歌人の一人で、しかも唯一の皇族歌人である、西宮女王は、 後の河川絵の中でも際立った存在感を示している。絵柄は数種の構図が知られており、高貴な身分を示す、雲原縁園の畳に不思議な貴重の影に姿を隠したものが最も一般的である。現存最古の作品として名高い佐竹本36河川絵巻でも、側帯や華麗な十二端の清掃に出前を正す。河川が大半を占める中で一人くつろいが、 内木姿でつつましく顔を伏せた、西宮尿房は、いかにも、真相の姫君らしい気品漂う姿が華やかな、色彩で美しく描かれている。なお、大正八年に、その、佐竹本が切断、売却された際には、六河川の一でもある、小野小町をも上回って、西宮尿房に三十六河川中最高の価格が付けられたと言われ、増田港の所有となった。 ありがとうございます。